では再びこのニュースをお伝えします。東京江東区の路上で男女4人が何者かに刃物で切りつけられました。4人のうち3人が意識不明の重体だったんですが、1人の女性の死亡が確認されています。午後8時半ごろ江東区富岡の路上で男女4人が何者かに切りつけられたなどと119番通報がありました。警視庁などによりますと、男女4人が何者かに刃物で次々と切りつけられたということです。4人は病院に搬送されましたが、このうち50代の男性と30代の女性合わせて3人が意識不明の重体だったんですが、そのうち女性1人が亡くなっています。近所の方によりますと、男性らは日本刀で切りつけられたとの目撃情報もあるということです。で、先ほど板倉アナウンサーが伝えた情報によりますと、